チビの。スクバタール様に裏切られた。俺たちが弱いと言ってた。皆殺しにして魂を助けてくれ。猛虎兵の手にはスクバタールの税の秘密が書かれた巻物が握られていた。クロードは先を急いだ。クロードが道なりに進むと小さくのどかな集落にたどり着いた。荒々しい熊が主の猛虎兵を守るために。血の跡が真っ白な雪を濁ったような黒に変えて集落の外へと続く。
証拠兵の袋からスクバタール隊の証を見つけた。クロードは真相に近づいている。霊魂となりこの世をさまよう弓取り打ち常、クロードと手を結び光の弓を授けた。地獄に落ちろ。まるでこの世を呪うような声にならぬ苦しみが霧に覆い隠された家から漏れている。屋敷を包んでいた霧が少しずつ消えていく。丘の上に立つ家から人の悲鳴がこだましている。怨霊を打ち払うと霧はゆっくりと晴れている。誰かが船着き場で経を読んでいるのだろうか。霧の中に深く響く。船着き場を覆っていた霧はゆっくりと川下に消えていった。Thank you.
にわかにスクバタールの声が村中に響き渡った。おい、クロードよ。力強い足音が迫る。クロードは戦いに備えて太刀を抜いた。焼き尽くされた村を後にする。スクバタールを打ち倒し、他の民に同じ苦しみを味わわせぬことを誓って。